今日は肩のトレーニング動画を撮ってみたいと思います。はい、今日は久しぶりに自宅でダンベルを使ったトレーニングをやってみたいと思うんですけども、ダンベルはねこちらに用意しております。重さは約6キロぐらい、ちょっと軽めなんですけども、このダンベルを使って肩のですねジャイアントセットをやってみたいと思います。でそのジャイアントセットの中に入れる種目でですね、壁を使ってやる種目をですねちょっと取り入れようかなというふうに思ってるんですけども、最近ですね壁を使って肩のトレーニングやると結構効くっていうのをですねちょっと発見したもんですから、それを組み込んだジャイアントセットをやってみたいと思います。あともう一つ、前回アップした上腕三頭筋の Q&A 動画にですねいただいたリクエストで、軽めの重量で、レイズ系の種目を取り入れたジャイアントセットが見たいっていうですねリクエストもいただいてましたので、その、リクエストにお答えする形での、種目選択ということで、ちょっとねやってみたいと思います。でまず第1種目目はこの壁に持たれてこんな感じでですね姿勢を作って、この体勢でサイドレイズをやります。でそのまま壁に持たれたままアーノルドプレスをやって、でそのまま今度はアップライトローイングやって、で今度は壁に持たれずに、ショルダープレスやって、最後にリアレイズルで三角筋後部を追い込んで終わろうかなと、この5種目のジャイアントセットをやろうと思います。でこの壁に持たれる、そのやり方なんですけども、ちゃんとした意味があってですね、その、壁に持たれる理由は、この2セットずつやってみてですね、その後に説明をしてみたいと思います。はい、ということでまずは1セット目やっていきます。で、まあ、壁に持たれて行うとどうしてもねダンベルが壁に当たるかもしれない危険性がありますので、最初にちょっと軽く壁に当ててですね、ちょっと距離感を、ここまでやったら壁に当たっちゃうんだなっていうねところをちょっと覚えておいて、そう壁に当てないように気をつけながらやっていきます。でちなみに持たれる足の距離はね30センチぐらい多分壁から離れてると思います。よし、じゃあいきます。せーの、サイドレイズからで上げる高さは結構高めで、手が V の字になるぐらいまで上げちゃいます。回数忘れた。多分これ11かな。よいしょ。12回で。よし。じゃあ、今度はアーノルドプレス。これも背中つけたまんまで。しっかり下ろす。これも上で壁に当てないように、トップは垂直の手前、一回よいしょ、このままアップライト、せーの、肘をしっかり上げる意識で、これ準備できんかった。じゃあラスト、ラスト4つ目ショルダープレス、せーの、なるべくしっかり上げることを意識してます。よいしょ、もう一度チーティング使って、よいしょ、ふう、じゃあラストリアレイズから
上に一瞬飛びます。で、クロールです。1セット終了しました。肩熱い、うん、あったかい。他の場所と比べるとさ、熱を保つよく合ってます。はい、まあ6キロですけどめちゃめちゃ効きました。この壁を使った減り方、あのすごいね、三角筋に負荷がかかりやすいんですね。あのなんでかっていうと、あの壁に持たれることによって肩甲骨が固定されるんですね。サイドレーズもこんな感じで結構上まで上げるやり方でやるんですけど、あの三角筋の可動域って水平よりももうちょっと上に上げたところまで収縮するんですね。でそれ以上は上げていくと肩甲骨が下に下がるんですよ。なのでその上げた時に肩甲骨が下がるっていう動きがですね、壁に背中を密着させているとできないということで、だから肩甲骨が固定されるんですね。固定されるから、この肩甲骨から出てる、肩甲骨から腕の骨に向かってる三角筋がですね、あの近いとその分収縮するっていう動きになりますので、だからあの普通に持たれずにね、やるサイドレースとかプレスに比べてかなりきついです。はい、まあ、きついっていうのはそれだけ、三角筋しか使えないっていう状態になってますから、あのピンポイントにしっかりとね、効くっていうことになりますので、はい、なので、あの、ぜひね、こう、適当に持たれる壁がある方は、一度、挑戦してみていただければと思います。ということで、まあ、同じ原理で、あの、アーノルドプレスも、アップライトローイングも、あの、肩甲骨が、下げにくくなりますから、まあ、その分ね、三角筋にしっかりと効くということで、まあ、どの種目もですね、あの肩の種目の基本である、しっかりと肩を下げることとか、あのレイズ系だったら肘をしっかりと上げることとかね、あとは三角筋の収縮でウェイトをコントロールすることというのは、あの全て意識したんですけども、はい、まあ、その上であの壁を使ってね、やるとさらに効くということで、はい、まあ、そんな感じで、5種目の前半セットやってみました。まあ、最後のリアレイズとあのショルダープレスだけはもう肩すごい効いちゃってるので、あの肩甲骨もね、ある程度重要な状態で、まあ、最後追い込んでみたんですけども、はい、ってことで、もうセットやって、肩のトレーニング締めたいと思います。ファイト格闘技ゲームみたいなね、よし、自分との戦いだからね、いくよ。背中つけて、なんで肩甲骨を壁に密着させるっていう意識でね、壁に持たれます。じゃあカウントよろしく。はい、まずサイドレーズか。あ、でサイドレーズなんですけども、あの結構高く上げるっていうことで、手の甲をですね、上に向けるよりもちょっと親指側を高くして、あのハの字の角度で上げた方が、あの肩はあの負担かかりにくいと思いますので、こんな角度でね、上げていきます。よし、じゃあいきます。せーの、1、2、3、4、トップで三角筋の収縮を意識してゆっくり押す。6、7、8、9、10。ガーッ、じっくりだった。よっしゃ、アーノルドプレス。1、2、前に上げながらひねります。で、元に戻す。4、これもトップでしっかりと5収縮させて、6、そこからいくよ。7、8、9、10。じゃあアップライト、せーの、1、肘から上げる、2、クリロス、
3 4 5 6 7 8上がる範囲で9ラスト10ラスト。ふう、じゃあ背中つけずにショルダープレス1しっかり伸ばして2さしてクロス3 4 5 6 7 8ちょっとチーティング膝使って9てクロス10よいしょ。ふう、じゃあリアレース小指を外に向けて真横に上げて1クロス2 3 4 5 6 7 8 9よいしょ。おぉ、あっ、肩が、はい、熱いな。もう、めっちゃパンパンに張ったよ。こんな感じで、もう、2セットで十分効きました。タンクトップは汗だくになった。本当まあ、肩だからね、使う筋肉はちっちゃいというか、足とかに比べるとね、消費は軽いはずなんだけど、やっぱりこう立て続けにやると1セットが長くなるから、かなり息も上がります。はい、まあ、今回は5種目連続でやりましたけども、今日みたいなジャイアントセットでもいいですし、そこから1、2種目、ね、取り出して、コンパウンドセットだったりシングルセットでやるのも効果的ですので、この壁に背中つけるやり方、普通に立ってやる刺激とは、ね、全く違う、刺激を感じられると思いますので、ぜひ一度試してみてください。はい、はい、ということで、肩のジャイアントセットでした。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。